台湾初語の文布台湾の初言語訳聖書とも呼ばれ、台湾の人たちの大部分は祖先が福建省南部の出身である。1916年、トマス・バークレイは新訳聖書をローマ字表記で完成し、続いて1930年に旧訳聖書を完成し、1933年には新旧訳全書を出版し、これは後に第五ローマアザヒジリヘと呼ばれた。 1996年、この聖書を漢字に直した第五漢字本聖編が台湾ひじり編公会から出版された。現在、現代第五訳本をやはり、ローマ字で翻訳中で、新旧訳全書が翻訳を終わっているが、精査中である。台湾にも発火が多く住んでおり、台北の公共交通機関では中国語、台湾語、英語、発火語の四カ国語で案内が行われるほどである。 八花語訳聖書は、1984年に開始されて、1993年、覚悟ひじりへ引く、新訳不思編が出版され、2012年に、漢字、ラテン文字対象の新旧訳全書、覚悟ひじりへ、現代台湾覚語訳本が出版された。阿弥族は、台湾原住民の中で一番多いと言われていて、台湾東部一帯のカレン県、台東県、 平東県に在住する。アミゴ訳聖書は、はじめ1957年に、中音符号で、宮尾各書が出版されて、1963年以降は、ピンオートに改めて、1997年には、新旧約全書が出版された。パイワン族のパイワン語、ブヌン族のブヌン語、タイアル族のタイアル語、タロコ族のタロコ語、タオ族のタオ語、ルカイ族のルカイ語、 相続の草語の聖書が翻訳されている。ありがとうございます。